さあ、それでは続きをやっていこうと思います。テールランプを作って、まあ終わりってところでしょうか。テールランプですが、67番かの方からやっていくか。こっちの方ですね。よっ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 と、で、まあ、ちょっとカッターで綺麗にして、で、61番、そんなちっちゃい透明なやつだよな、多分。あれですね、あれですよ、リアギアに入れてた時のバックランプですね。これがこのままスッと入んねえかな。ピンセットが欲しいな。これでスッと入ってくれればラッキーなんだが、入らねえ。はい、あ、突き抜けた。こっち向きが違うのか、こう向きか。あ、はい、た、入ってない。はいはい、入らない。あれだね、まっすぐ入れないと。あ、入った、パチンつった。あ、ほら、ちゃんと面で入った。 OK。 一応これもね、取れては困るので瞬間接着剤で止めておきましょう。ツッツッツッと、あ、ちょっとつけていくだけで大丈夫でしょう。で、そうしたら、74番、多分オレンジ色ウインカーですね、こちらをつけて、よいしょよいしょ。結構バリが出てんな。まあキット側の方にはついてないんでいいと思うんですが、これは少し綺麗に仕上げておくか。よいしょ、 OK。 でこっち側もですね。あ、よっと、こらしょ。で、これこのままつけちゃっても大丈夫なのかな。大丈夫か。お、意外と下の赤が出てくるってことないね、意外だ。いや結構さ、下の赤がね、生きてきてダメなんじゃないかななんつって思ったんだけど、いやにしてもちょっとバリがひどいな。よっと、バリがひどくてなんかしっかりはまった感がしない。なんかすげえずれ込むな。あんまりよくねえな。うわ、やっぱり赤くなっちゃった。いや、なるだろうなと思ったんだよな。見て、ちょっとこうね、これはよろしくないけど、まあしょうがないか。本当だったら他の接着剤とか使って綺麗につけたいんだけど、ダメだったな。まあしょうがない、今回はちょっとこれで通そう。次回はもうちょっとこだわった作り方っていう動画をね、作りたいと思うんでね。とりあえずプラモデルを作る上でのステップ1っていうところでしょうか。こんな感じだね。まあでもね、これから始めるっていう感じで、遊びでやるレベルなら、まあ休みだから全体的に遊びだけどね、遊びだけど、にしては駆け出しにしてはいいんじゃないのかなと。自分をフォロー。よし、 OK。 プラモデルは、そう、あのね、
一番結構ねいらっしゃるのがもう第一作品目から完璧のものを作ろうとする方がいらっしゃるんで、いや気持ちはね大事だと思うんですけど無理っすよあの無理なんて言っちゃいけないけど、いや無理だと思う。そんなね第一発目からもうどうだこの完璧な出来っていうのは、自己満はいいと思うけど誰が見てももうこれは完璧でしょう。まあ自己満もなかなか難しいんだけどね、一番最初からっていうのそれをね求められる方が多いんですが、まあ自分からするといや絶対無理って思うからさ、まあ当時はね自分も一番最初に作った R35 とかその辺はお結構綺麗にできたって言って自己満してたけど、やっぱりね今見返すとひでえなこれとか思うから、最初は自己満でいいんですけどね、一発目からでも完璧に仕上げようと思うのはちょっとね無理がある気がする。やっぱり腕を上げていって作るっていうことに慣れてきて、で徐々にやっぱりこだわりを持って完璧なものができるんじゃないかなっつって、一発目からねそれは非常に厳しいハードルではないかなと。何でもそうじゃないね、料理作るのもそうだし仕事だってそうだしね、一発目から完璧な仕事をこなすっていうのは生まれて初めてやるようなもんだったりすると特にね。まあね中にもいらっしゃると思うけどね、しょっぱなから完璧にやっちゃう人とかね、まあそれは天才の部類でしょう。よし OK、まあ天才はそういないので、どうしても慣れは必要になってきますんで、まあと言ってもね諦めずにね何個も何個もやって徐々に自分が納得いくようなねものが作れるようになるのも、まあ自分の成長をねそうやって見ていくのもね、またプラモデルの楽しみにつながっていくんじゃないかなって思うんで、今回はこんな感じでできた。でそれを大事に取っておいてですね、あのゆくゆく自分があの作り慣れてきて見た時に、うん、おー俺うまくなったなっていうね感動をね味わうっていうのもまた楽しみだと思いますね。一作目っていうのはね大事にね取っておきましょう。目も当てられんわっていう風になったけど、でもやっぱりね見比べた時にああ俺うまくなったんだなっていう成長ぶりもできていいっすよ。楽しみの一つにつながるんじゃないかなと。ナンバープレートつけます、ピチッと。でナンバープレートこれもね前回と同じように裏の方からこう流し込み入れれますので、ちょんちょんと入れておきましょう。 OK、 あちょっと待って、よしよし OK、 バッテリーがありませんっていう連絡があった。でもう一個これかナンバー灯ですね。ポロポロ、ナンバー灯をつけておしまいかな。ちょっとこのパーツが小さい。ピッ、グッと入ってよっと。ナンバー灯横にあるからね、ナンバー灯が今じゃ絶対的、いやそうでもないか、まあ上のパターンもあれば下のパターンもあってみたいな感じだけど、見えない、入らないな、うまくくっ、ああ入った入った、よっ入ったね。あ、入った入った。OK。こんな感じ。うわ、なんかにじんだ。失敗こいた。まあいいや、もう。うわ、すげえ、だんだんこの完成が近づくにつれて適当になっていくっていう、よろしくないわ。で、16番のワイパーですね。
でワイパーをつけて、ワイパーも位置を決めたら裏からこうやって入れれますので、ちょんと入れてあげて、これで OK ですよと。こんな感じ。OK。で、乾燥を待ちましょう。で、以前作ったですね、内装も、こちらも、ここに入れていきましょう。で、これも、こうやってやったときにね、流し込みのね、筆がね、入らないよというような、狭い空間になっておりますので、こちらの接着剤を使うといいです。ちょっと待ってね、避ける。よいしょ。ちょん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 とつけて、ここに入れ込むよと。入った。はい。はい。入らない。入った。はい。入らない。え、なんでこっち入らないの？なんか干渉してる感じがする。何？何が干渉してる？あ、なんだよこれ。見てこれ。すげえもんが飛び出てたわ。よし。今度こそ。あ、スッと入ったね。オッケーオッケー。はい、できました。どうでしょうか。で、そうしたら今度合体ですね。中にホコリを残さないようにして、内装の側の方にもホコリが残らないようにして、これを入れますよと。なんか怪しいものが飛び出てる。これ、あ、これもそうだね。これいらないね。これ。ピッと。入れるのむず。あ、これ入れるの、こんなに入れるのむずかったっけ。結構ここ開かないと入んないじゃん。よいしょ。いや、開けるけど開くのが壊しそうで怖い。なんかメキメキいってんだけど。うわー、よいしょ。なんかしりしりメキメキ。あー、マフラー取れた。入った、OK。前も入ってない。前が入らない。なんで？あ、入った。多分入った。こんな感じですね。で、マフラーが取れてしまったので、もう一回付け直しましょう。マフラー後からつけた方が良かったかもしれないね。これ流し込みでつけれねえよ。こんな感じですね。マフラー後からつけた方が絶対的にいいな。これこんな感じ。これ絶対落ちてくる。あ、大丈夫だね。とりあえずはどうでしょうか。できましたよ。とりあえず形にはなって、この後ね、まだデカールをね、貼らないといけないので、次で完成ですかね。よし。ではね、次回デカールを、このボディの分ですね、トヨタのマークとかにしろ、何にしろ、トレノのマークとか、そういったものもね、まだできてないので、そちらをね、やっていこうと思います。ではね、一旦今日はね、この辺で終了させてもらって、また次回やっていこうと思うので見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。ではまた。